田島麻衣子君。はい。立憲民主・社民の田島麻衣子です。質問の機会ありがとうございます。本日は新型コロナの集中質疑ということで、まず冒頭ですね、今も入院中、また宿泊療養、自宅療養で、コロナの療養に取り組んでいらっしゃる方々に心からのお見舞いと、また療養中に亡くなられた方々、すべての方々に心から哀悼の意を捧げたいと思っております。まずですね、尾身会長にお聞きしたいと思います。昨日、政府は緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、計12都道府県の発出を正式決定しました。期限は9月の12日となっております。昨日、菅総理大臣は、明かりははっきりと見始めている状況というふうにおっしゃってますが、私は数字を見ている限り、全く明かりがはっきり見始めている状況とは思えません。重症者は連日最多を更新しています。各都道府県で新規感染者も拡大しています。尾身会長はこの9月12日という期限、どのようにお感じになっているんでしょうか。9月12日までに本当に我々はこの新型コロナウイルスの状況を改善できるんでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。独立行政法人地域医療機能推進機構尾身理事長。私は、緊急事態宣言が今、発出されているわけですけど、その解除については、当然、9月12日というのは一つの期間の目安として決定しているわけですよね。で、一番大事なことは、12日に何が何でもやるとか、延長するとかいう、まあ、最初に結論があるというよりは、今、一番大事なことは、医療の逼迫というものがあるわけですよね。それは昨日総理のこの記者会見との時も申し上げましたけれども、医療の逼迫というのは2つの側面から考える必要があって、コロナの患者さんに必要な医療が提供されているかどうかということと、それからもう一つの側面は、一般医療に制限がかかっているんだけど、どの程度の制限なら、まあ、一般市民、一般の許容できるかという、非常にこれ、微妙な問題ですよね。そういう2つの側面からして、医療の逼迫というものが軽減している、確かに現場の人、ただ数値だけじゃなくてですね、一般の、現場の医療関係者の人たちもそう実感、なるほどと、まだ大変なんだけど、これはだんだんといい改善の方向に向かっているということが最も重要で、もちろんそのことは、新規の感染者数を無視していいということではなくて、それは当然考えるんですけど、やはり今の状況で一番重要なことは、医療の逼迫がどれほど軽減されるかどうかというのを基準に考えるべきだと思います。田島麻衣子君。はい、ありがとうございます。全国知事会は全国に拡大して、このまん延防止等、または緊急事態宣言を出すべきだという意見もありましたが、この12都道県ですね、に限った点について、どのようなご感想をお持ちでしょうか。尾身理事長。その点に関しては、分科会の中でもいろいろ意見がありますし、私自身も迷うこともあるし、多分両大臣も西村大臣、あるいは田村大臣も迷われたと思います。で、最終的には我々は政府の諮問案に賛成したのはですね、もちろん緊急重点措置が出てるところや出てないところもしっかり今の状況ですから、それぞれの自治体の庁のもとにですね、責任を持ってやっていただくということが前提で、そうなっていると思いますが、ただ、なかなかのジレンマは、今、東京なんかは緊急事態宣言が出てるわけですよね、比較的長く。しかも2週間前には5割削減というものを国の方からもお願いしたんだけど、そのお願いにも要請にもかかわらず、残念ながら多くの人が協力していただいたわけですけど、 35% までいった後にも、今は確か夜間の方は 23% ぐらいにまた上がってしまっているわけですよね。したがって単に緊急事態宣言の地域を拡大する、あるいは重点措置を拡大するということそのものがですね、感染のを下火にするということを無条件には結びつかないという意見、だからむしろ出したところ、あるいは緊急事態宣言、あるいは重点措置を出したところに、どんな効率的で、効果的で、一般の市民に納得してもらえる政策を打つかという方がより重要だというのが、
したがって緊急事態全国にやるということを絶対ダメだという意見はなくて、ただ自動的にただ伸ばしたからといって簡単に効果が出ないで、もう少し内容の方をしっかりと吟味して打つことが大事だというのがコンセンサスだったと思います。田島麻衣子君。はい、ありがとうございます。先ほど一番大事なのは医療逼迫を防ぐことだというお言葉いただきました。資料1を皆さん見ていただきたいんですが、これはですね、厚生労働省が発表している療養状況と入院患者受け入れ病床数に対する調査というのを昨年5月21日から我々事務所がですね、数を取って時系列に並べたものです。皆さん見ていただくと分かると思いますが、薄いブルーというのはこれ自宅療養者数なんです。新規感染者の拡大と同じような動きをしている一方でですね、宿泊療養施設の病床数、これはオレンジ色です。入院の病床数、これは濃いオレンジ色になっています。この伸びがですね、なかなかこの新規感染者、また自宅療養者の伸びに追いついていないという現状が見て取れると思うんです。尾身会長にお聞きしたいと思います。病床がなぜ増えないのか、これ比べてみますと5月21日からですね、昨年の2倍に増えているということは大体わかるんですが、全く追いついていません。なぜ病床が増えないのかについて、民間病院との連携、また強制力のある法制度の問題、そして医療人材の確保が難しい、こういった問題が指摘されていますが、今この状態にあって、なぜ我々日本は病床を増やすことができないのか、尾身会長の考えを聞かせていただけると幸いです。尾身理事長。病床が随分このベッド数という意味では関係者の方々の懸命な努力で、去年から比べたら、その数の起算のによりますけど、2倍ぐらい増えているんですよね。しかし、今回のデルタ株の、これだけの感染力の強い、ウイルスによる感染拡大のために、そうした努力にもかかわらず、追いついていないというのが状況だと思います。で、日本の、よくこれだけ日本の世界に冠たる医療体制で、なぜそうしたことが起きているかというのは、もうこれは、委員の方々の釈迦に説法ですけど、いろんな原因があると思いますけど、一番私は最も大きな原因の一つは、やはり日本の場合には世界に冠たる超高齢化社会ということで、この高齢者の多様な疾患を持ちますよね。これは単に身体的な疾患だけじゃなくて、認知症なんかもあるし、あるいはリハビリなんかということで、急性期というよりもむしろ急性期、慢性期ということにシフトしようと、もちろん急性期の方はしっかりやる、役割分担で集中するということですけど、多くの民間の病院は、中小病院でベッド数200ぐらいのほとんど7割、8割ですよね、そうした民間病院の多くの人の方々は、日本の高齢社会に合う、そういう慢性疾患というものに、少しずつシフトをしようということになっていて、ベッドの数はあるけれども、急性期のすべての病院でICU があって、しっかりした呼吸管理ができるというようなシステムにはなってなかったということが、私は一番の基本的な問題、だからといって今、それでいいというわけじゃなくて、今、最大、今、この課題になっている宿泊療養施設をあれ増設したり、あるいは今まで、一生懸命一般医療には頑張っていただいたんだけど、今災害医療という状況ですから、できる範囲で少しだけ医療、一般医療の方を少し制限してもらって、今までコロナ医療に携わってなかった医療機関の方々にも、大変でしょうけど少し関与してくださいということをお願い、国の方でもお願いしていると思います。そういうことで医療機関のようなもの、少しずつそういう方向になっていただけると私は信じております。田島麻衣子君。はい、ありがとうございます。次にですね、野戦病院的な療養施設、また臨時の医療施設について伺いたいと思います。今ですね、この厚労省発表の数字によりますと、自宅療養者はだいたい9万7000人、そして療養調整中が3万1000人というふうになっております。もし今後政府がですね、野戦病院的な施設、または臨時の療養施設を作っていく場合にですね、どのくらいの病床数を確保していくべきか、何かお考えがあったらお聞かせいただきたいと思います。尾身理事長。
私はここまで来るとですね、臨時の医療施設というものを、在宅療をさらに強化したり、開業医の先生に訪問診療等々やっていただくという、そういうことに加えて、どうしても今の現状では、もう少し臨時の医療施設的なものを作らないと、今の状況には対応できないと思います。これからまた重症者の患者さんはここしばらく増えるというふうに私たちは思ってます。そういう中でどのぐらい必要かというのは、なかなかこれ数をですね、これからの感染の動向にもよるし、いろんなことの要素で決まるので、数がいくつだということはなかなか申し上げられませんけど、先ほど委員がお示ししていただいたように、宿泊療養施設に入っている数はもうほとんど横ばいなんですよね。これは早急に早くそれを上向きにするということ、ともかく宿泊療養施設の建設あるいは既存のものを改良するという、いろんな方法があると思います。ともかくそのプロセスに早く入っていただくことが私はより重要だと思います。田島麻衣子君。はい、この療養施設、またですね、臨時の療養施設を作る上で一番大事なものは今何ですか。尾身理事長。それは今の既存の法律の中でできるわけですよね。だからこれは、何が重要かというのは、物理的に改良するというテクニカルな部分ももちろん必要な条件ですけど、それは私は自治体の長、国のやっぱり決断だと思います。田島麻衣子君。自治体または国の長の決断であると非常に重たい言葉をいただきました。私の質問、尾身会長に対する質問は以上で終わりますので、尾身会長、本当にご公務お忙しいと思いますので、委員長のご采配でご退席いただいて構いません。はい、尾身理事長におかれてはご退出いただいて結構でございます。ありがとうございました。田島麻衣子君。次に田村厚労大臣について伺います。臨時の療養施設、また宿泊療養施設を増やしていくのは地方自治体と国の責任であるという言葉を基づいて伺います。資料4番開いていただきたいと思います。これはですね、厚生労働省のハースのデータを取っています。新規陽性者が今日本でどのような場所から出ているのかということが一目瞭然に分からずになっているんですが、皆さん、感染場所として一番多いのは今自宅なんですね。約4割です。お酒の飲食の提供ということがいろいろ問題になってます。飲食店は黄色の棒でものすごく少ない割合なんですね。私はこの自宅の感染場所、これをきちっと防いでいくことなしに、今のコロナ対策というものは完結できないというふうに考えております。田村大臣に伺います。これまで厚生労働省はですね、入院させることができない場合には自宅療養を基本とし、例外として宿泊療養を活用するというふうな方針を出されてきました。これ撤回し展開するべきじゃないですか。原則は療養、そして例外的な場合にだけ自宅療養をする、こういった形に厚生労働省を転換していくべきではないでしょうか。いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。まずですね、このデルタ株で状況が一変したというのはもうご承知のとおりであります。で、世界的に見て日本は感染者に対しての入院率は 10% ぐらいです。で、一方でイギリス 2%、 フランス 5%、 アメリカ 6% ですから、日本は比較的病床で対応いただいている、医療従事者の頑張りで、亡くなっておられる方も大体今フランスと同じぐらいの新規感染者ですけれども、日本が3、40人、フランスも100人になってきております。イギリスも100人超えている、アメリカは1000人、こういう状況、1日ですね、こういう状況になると本当に医療の頑張りでですね、多くの命をお救いをいただいておると私は思っております。で、やはりどこもかも感染が増えてくると自宅療養が中心になるのは、これも致し方がない話であって、日本もそういう意味では、今までは多分日本人の、ファクター X って何かよく分かんないんですけども、生活習慣だとか衛生観念だとか、いろんな形で、今までのアルファ株までは、一桁少なくって感染者、なんとか抑えてきたんですが、デルタ株はですね、もう欧米と同じ感染者数になってきている、率になってきていると考えると、やはり自宅等々で対応せざるを得ない部分があると思います。ただ、言われる通り、家庭で感染が広がるような恐れのある方、こういう方々を優先して、療養所でですね、ご退去いただくというような
対応を今させていただいているわけでありまして、例えばご自宅の状況であるとか、ご自宅に高齢者等々、重症化のリスクの高い方がおられる、これは妊婦の皆様方も、これは重症化リスクの高い方々になってまいりますので、そういう方々がおられて、家の大きさ等々、いろんな形で生活の中において感染する疑い、可能性があれば、それはですね、ホテル等々の療養という形もですね、これは対応が取れるわけでありますが、ただ一方でホテルのですね、量も一定程度限られておりますので、その中でうまく空いていないという場合があった場合には、待機をいただくということも各自治体に応じてはあるのか、あるというふうには伺っておりますけれども、いずれにいたしましても、リスクが、家庭で広がるリスクが高いということであればですね、それはですね、ホテル等々、療養施設等々、そういうところで対応いただくということになっておるわけであります。田島舞子君。妊婦さんの問題が非常に世論でも高まってますが、妊婦さんの配偶者の方がコロナに感染した場合、その方の配偶者の方自体もホテル等の療養宿泊施設に入れられるという理解で大丈夫ですか。田村厚生労働大臣。これもですね、要はそのホテルの状況等々によると思います。特に妊娠後期の方は非常にリスクが高いと今言われておりますので、そういう方々はですね、重症化のですね、ですからそういう方々に関してはですね、配偶者の方が感染すればですね、ホテル等々の療養、これはその対象に当然なってくるというふうに我々考えておりますので、各自治体で対応いただいているというふうに存じております。田島舞子君。大臣、人の命がかかっているので、もうちょっとこう真剣さや気迫というのは感じられてもいいというふうに思うんですが、いろいろな状況があってそれを勘案しなければならないというお答えはですね、本当に私じくじたる思いがします。療養施設、本当に限られた箱数しかないというふうにおっしゃいますが、では臨時の療養施設を確保していく取り組みについてこれから伺いたいと思います。菅総理大臣はですね、8月25、24日の記者会見で、臨時医療施設の確保をしていくと述べられました。田村厚労大臣も8月の20日の記者会見で、そういうふうにおっしゃってるんです。教えていただきたいと思います。今、日本国民の命を救うためにですね、いつまでに何床、この臨時療養施設を作っていくか、お答えいただけますでしょうか。田村厚生労働大臣。臨時の医療施設等々も各都道府県でお作りをいただいてきております。ただ今ですね、すでに13都道府県で19施設等々、これが動いている、北海道、東京、神奈川、千葉、山梨、茨城、石川、奈良、広島、岡山、長崎、福岡、沖縄という形であります。で、いろんなパターンがあります。例えば入院を待つためにですね、待機する、そこで酸素ステーションのような形で酸素を吸入をするというのもあれば、大規模なところでですね、最終的には酸素配管のような形をしてですね、そこでですね、中等症の方々を対応するというようなものもあろうというふうに思います。どれぐらいかというのは、これは感染状況にまさに影響してくるわけでありまして、それぞれの自治体と話をしながらどれぐらいか、実はこれがですね、臨時の医療施設がある程度出てくる。来ませんと、できてこないと、要は病床のですね、使用率が下がってまいりませんので、解除というものにも当然影響が出てくるわけであります。今、緊急事態措置等々、これはいろんなステージに応じてですね、対応いただいているわけでありまして、そう考えていくと、先ほど来、尾身先生も、例えば病床の使用率という話がございました。なかなかですね、病床というもの、一般のベッド等々では対応できませんし、もちろん空床のところ、空床保障しているようなところは、ベッドはあるんですが、マンパワーという話になります。で、マンパワーということになると、各病院等々に看護師等々を配置するというよりかは、大きなところで集約的にですね、対応した方が、これはより効率的に動いていくわけでありまして、先ほど来申し上げておりますとおり、医療の人材、資源には限度がございまして、一般の医療を止めることによって失われる命もあるわけでありますので、そこを考えてもあり、より効率的な対応を考えていくという意味で、臨時の医療施設等々、大規模なものも含めてですね、今、各自治体と話をさせていただいておる最中であります。いずれにいたしましても、今回の基本的対処方針にも、その臨時の医療施設のことは、しっかりと明記をさせていただく中においてですね、各自治体にしっかり対応いただくべく、今、厚生労働省も話をさせていただいている最中であります。田島舞子君。はい、厚生労働省は事務連絡でですね、これまでの人材の配置基準、これを緩和してますね。16対1の医師の配置基準というのはもうなくてですね、もう100人に1人でも1000人に1人でも構わないという事務連絡を出してらっしゃるので、一般のですね、上限はないというふうに聞いてます、レクの中で。
一般の医療にそれほどの影響がない形で、こうした臨時の療養施設というのを作っていくことは可能だというふうに思うんですが、資料の2を見ていただきたいと思います。これはですね、東京新聞の野戦病院スタイルの記事になっています。福井モデルというのが挙げられていますが、関連費というのは5500万円、これで100床の病床を作ったということなんですよね。5500万円があれば100床の病床を臨時に作ることができる。また赤線を引いております災害危機サポートセンター、これ、なぜか使われてないんですが、作った後ですよ。このサポートセンターの設営期間と、それから設備費用についても調べてまいりました。資料3の方をご覧ください。これはですね、日本財団が整備したもので、5月14日から7月15日、大体2ヶ月間あればですね、人を救う病床が、人の命を救う病床が作ることができるんです。整備費用は13億円、まあ、ちょっと高いなという気はしますけれども。大臣、本当お願いです。都道府県知事にいろいろ要請をしながら、数を増やしていくではなくて、国が今これだけの感染者がいて、病院に入れない国民がいるという中で、この何床確保すべきなんだ、このゴールをリーダーとして作っていくべきじゃないですか、いかがですか。田村厚生労働大臣。東京もですね、以前の子どもの城、これ等々に今、130人分かな、の臨時の対応という形で、もう早急に立ち上げていただいておりますし、他にもいろんな立ち上げをしていただいております。で、2000対1だとかって、さすがにですね、やっぱりそこに看護師の皆さんがいて、病状の変化があったときに対応しなきゃなりませんし、場合によってはレムデシビルのような、ただ単に酸素吸入だけではなくて、治療薬を使って、重症化を防ぐということも必要になってくるような、そんな臨時の医療施設も出てまいりますので、さすがにその13対1や16対1というものが緩和できたとしてもですね、それ極端なことはできないという中において、問題はその医療施設、それぞれの対応ですね、先ほど言ったレムデシビルを使うかとか、酸素吸入を使うかだとか、ただ単にいていただくためだけだとか、それによって、そこの人員配置が変わってくるわけでありまして、十分に病態の変化に応じて対応できるような人員は、これは配置をいただかなければならないというふうに思っております。その上で、今、委員がおっしゃられた意味は、われわれもまさにその思いでありまして、これ、感染をですね、急激に減らせるってことは、これはもうないと私は思っています。なぜならば、もうゼロコロナ、オーストラリアもさすがにですね、今もうオーストラリアも1000人近くなってきて、抑えきれない、今ずっとロックダウンしてるんですよ、恐らくて、7月から。なのに増えてきてるという状況なので、このデルタ株の感染力って結構大変でありますので、その中において一定の臨時の病床というものを作らないと、これは対応できないと、でそれがどれぐらいなのかって、なかなか我々もどれぐらいまで必要なのかっていうのは、今ここですぐにはお答えできませんが、各都道府県と話をさせていただく中で、しっかりと言われる通り、臨時の医療施設等々で対応もいただきながら、病床を、必要な病床を確保いただくということを進めてまいりたいというふうに考えております。田島麻衣子君。はい、予算もしっかりつけていくべきですよ。そのためにはね、やっぱり国会を開くべきだというふうに思います。こんな閉会中審査をですね、1週間に1回、または1ヶ月に何回かしか開いていなくて、国民が入院できずに命を落とす方々がいる中で、私はやっぱりあまりに楽観的すぎますし、もっともっと誠意を持って、熱意を持って、しっかりとやっていただく必要があるというふうに感じてます。このですね、病床に対して厚労省は病床の増やすためにですね、最大1床あたり1950万円をつけるということをやってらっしゃいました。この臨時療養施設、またはですね、野戦病院、宿泊療養施設、このベッドというのは、実費の支払いだけであって、何もインセンティブがついてないようにと伺ってます。今、あまりにも病床がない中で、皆さん、命を落とすこういった現状がある中で、予算をですね、もうちょっとこういったベッド、簡易ベッドの中にもつけていって、まあ、1950万円出せないかもしれないけれども、同等のインセンティブのものを作っていくべきではないでしょうか、いかがですか。田村厚生労働大臣。基本的に、まあ、実費以上ってのはちょっとそれ難しいんですが、実費をつけるという意味ではですね、必要なものはしっかりと確保させていただくということで、例えばここで作っていただいた病床にもよりますけれども、臨時の医療施設で、まあ、保健医療機関としてですね、それ申請いただければですね、先ほど来申し上げております通り、普段の今3倍
5倍でしたっけね、の、まあ、要するに診療報酬がつきます。これさらに引き上げていこうという議論もございますが、そういうようなものでありますとか、それから派遣いただいた場合にはですね、大幅にこの派遣の補助、人のですね、これを増やしてきておるわけであります。これは臨時の医療施設にもしっかり対応させていただくということでございます。それぞれ配管から何からいろんなものが必要でありますので、そういうものに関してもですね、これはしっかりと補助をさせていただくということで対応させていただきますので、必要な費用はしっかりと確保させていただいた上でですね、まあ、臨時の医療施設も含めて病床を確保いただくということを各自治体と協力して進めてまいりたいというふうに考えております。田島舞子君。はい、どんな手を尽くしても臨時の療養施設が増えていかないという現状がある中でですね、やはりもっと我々は新しいことを考えていかないと増えていかないというふうに思うんですね。予算繰越金、これ30兆円あるんですよね。これたくさんお金が余ってるわけですから、今本当に国民が必要としているところ、そういったところに大胆につけていく、これは私は可能であるというふうに思います。またですね、もう一つ、なぜ宿泊療養施設が増えていかないのか、また病床が増えていかないのかという理由の中にですね、この感染症第16条の2の適用で正当な理由なく当該の求めに応じなかった場合にはですね、名前公表されないということが出ております。この正当な理由なくといった解釈、これをもうちょっとしっかり考えていくという方法は考えていらっしゃいますか。田村厚生労働大臣。まあ、正当な理由というのはですね、もう今までもですね、お示しをさせていただいております。そういう意味ではですね、まあ、他の医療との関係でありますとか、当然ですね、自分のところにある病床がですね、まあ、良くなったのに転院できない、そういう受け皿がない場合にはこれは当然空きませんから、そういう場合には当然確保できないでありますとか、それから、まあ、あとはですね、医療人材の問題もあります。そういうような問題も含めて、まあ、正当な理由と言っておりますが、我々やみくもに名前を公表しようだとかというためにこれやってるわけではありませんでして、実際今般もですね、これは専門家の方々もこの法律にのっとって要請をした方がいいのではないかというご意見もいただいております。実際一部の医療機関からは国から要請していただいた方が、これやろうと思うと一定のですね、一般医療の方々にはご迷惑かかるんです。病院って空いてるわけじゃありませんので、何かしらの方々は医療でかかられておられます。その中で不急なものはちょっと、まあ、ちょっと待っていただかなきゃいけない、そういう医療を受けている方々、コロナ以外のですよ。で、それもやはりご説得をしなきゃ医療機関行きませんから、そういう意味からすると国からの依頼があった方が、そういう方々に対してはお願いしやすいというような、そういうこともございます。ですから今回ですね、要請をさせていただいたということでございますので、あくまでもですね、今国と都が共に要請したというのは初めてなんですよ。これ今まで自治体が要請することはあったんですけども、国が要請したということは初めてでございますので、その意味というものは十分にご理解をいただいてですね、とにかく病床の確保、それからそれだけではなくて医療人材もぜひとも必要なところにですね、協力でお力をお貸しをいただきたいというお願いを今回させていただいておりますので、そういう形でこれはもう総力を挙げてですね、患者の皆様方の対応に当たっていくということで、今回の要請をさせていただいたということであります。田島舞子君。はい、本当に時間がなくてですね、他の質問ができなくって、もっともっと国会を開くべきであると私は強く強く思います。尾身会長は昨日、政府の対応についてあまりに楽観的すぎるのではないのかという言葉を苦言を呈されています。私も今日大臣と一対一で質疑させていただいて、本当に楽観的であると、真剣さが足りない、災害レベルの状況だということをしっかり分かって本当にいらっしゃるんだろうかということを感じております。もっとですね、国会を開いてしっかりと国民の命と健康を守っていく、この方法について予算措置も含めて議論していくべきだということを強く申し上げて終わらせていただきます。ありがとうございました。福島。